はい、さあ始まりましたぼる塾チャンネル、はい、こんな風に始まるの初めてです。初めて、はい、まあ、ちょっとね、あのコメントの方で、うん、まあ、それぞれ一人一人のちょっと自己紹介というか、うん、もっとプロフィールを知りたいという要望がね、あのありがたいことにありましたので、うん、はい、ちょっと今回からちょっと一人一人にピックアップしてスポットライト当ててやっていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、今回のメインメンバーは今ここにいないはるちゃんでございます。はるちゃんどうぞ。わー、来ました。わー、主役一番主役っぽいとこいるけど主役、はい、はるちゃんでございますけど、じゃあ簡単にまず自分から自己紹介みたいな。自己紹介、うん、ぼる塾のキリアはるかです。イエーイ、お願いします。何今のあ、ちょっとさあ、はい、どうしましょうか。私はもう幼なじみで結構知ってるんで、うん、その1ヶ月組んでみて、うん、田辺さんとか坂浦さんのちょっと気になることとか、うん、質問していきますか、うん、ありますか。いや、はるちゃんも謎だらけすぎてわかんないのよ。本当に扱いがわかんないからさ私、はるちゃんにある何か。でもその、はるちゃんの扱いに関して、うん、まあ私が一番知ってるじゃないですか。うん、もう20年一緒にいるので、うん、あの、田辺さん、0点です。え?0 点?はい。0点。田辺さんはやっぱりその、はるちゃんが、引く、はるちゃんを引くときと寄せるときのタイミングが分かってない。分かってない。寄せすぎちゃって引きすぎちゃってる。うん、だからもう、喜ばせすぎて悲しませすぎてる。ええー。ダメです。ね。ね。分かんないのよね、分かんないでしょ。うん、分かんない。あの、厳しくすることも大事なんです。今ダメよっていう。その時はもう言葉を発さない。怒るとツッコミだって勘違いして笑っちゃうから。ああ、笑ってる。そう、怒ってんのに、はい。アンジがいつも怒ってんのに、はぁーってすごい笑った。もうだからもう、本気で怒ってる、本気で邪魔だと思ってる時は、黙ります。そしたらはるちゃんが、はーい、ごめんなさーいってどっかで言って、わかりましたか?はーい。できるかな、それ。今やってみたら。あるちゃん、ちょっかい出してね、普段みたいに。てぶー。もうダメ、もう笑っちゃった。もう離れないよ、これ。もう離れよ。ダメ、ダメ。だって、とんでもなかったよ。私さ、すごい緊張したのが、この間、さ、もう出番前、先輩が椅子に座ってて、その先輩も緊張してたのよ。うん、それなのに、椅子に座って動くやつでさ、うわーってさ、廊下みたいな、廊下とか部屋中走り出して椅子引きずったまんま。だから私たちの3年先輩のことをやってましたよ、ね、うん、そう、でもハラハラしていつ怒るかと思って、でフードとかわーっとかぶってたりとか。その先輩、他の後輩にはちゃんとこう礼儀を教えるタイプとか、うんうん、ちょっとそんなことできるような先輩じゃないんですよ、うんうんうん、なんかハルちゃんにはもう言ってもしょうがないって思ってるのかも全部すごいですよね。だからはるちゃんのその許される魅力が、うん、あとね、あの趣味とかさ、特技とか趣味とかさ、うん、普通私たちはさ、アピールするじゃない、その趣味、うん、さ、あのいっぱい書く、普通はね、はい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 、うん、プロフィールとかね、うん、オーディションとか、そう、吉本のプロフィールに書くとき、趣味、私多分もう埋め切らないぐらい書いてんだよ、うん、はるちゃんとほら一緒に出すときにさ、パッて見たらさ、ガチャガチャって書いてあった。一個だけ一個だけ。いろいろ仕事来たら困るから。ああ、なるほど。はるちゃんの場合ね。もう疲れちゃう。ガチャガチャだけ、ガチャガチャぐらいですか、ね、ガチャガチャほんと好きだよね。本当にないんですよ。あ、確かにそう。それでこの間アウトレット行った時にさ、うん、ガチャガチャわーってあって、アンリはレゴの店行ったのよ、うん、で私もレゴの方行って、そしたら迷子になって電話かかってきた。あれ、ガチャガチャに夢中になりすぎて、うん、隣のレゴショップにいるのに、うん、全然気づかずに、どこみたいな。だからまああれでね、ガチャガチャが好きだっていうのは分かったよ。いや、ガチャガチャ本当だって使ってるポーチあるじゃないですか。まあ、女性っていっぱいポーチ持ってるんですよ。全部ガチャガチャのやつですよ。ねえ。ガチャガチャ。でも、じゃあ唯一あれ、アンディが小学校ぐらいに渡した。あ、それ今持ってないか。持ってる?
筆箱を、うん、あの持ってないから持ってないこれ。全然全然。サカルさんなんかあります？質問。サカルさん質問あ。書いてきたんですか？真面目すぎる。はるちゃんに聞きたいことをね、すごい社会科見学みたいな。まず簡単なところから、はい、好きな食べ物は何ですか？私はクリームシチュー好きです。クリームシチューが、クリームシチューと砂肝。はい、砂肝って言ったらセブンイレブンの砂肝めちゃくちゃ美味しいよ。ええそうそう、えじゃないですよ。え、砂肝ってあのお惣菜なんですか？うん、300円の、あれですか？パックに入ってるやつ、枝豆みたいなやつ。いや、板。あ、板なんかお皿、お皿に入ってる。あれ食べてほしい。私も好きだから食べよう。買ってきて。ダッシュ黙ってもダメじゃん、笑っちゃうよ。タムさんの黙り方面白いんだもん、ね、そう、面白い。そう、顔が。本当に嫌なんだよ、この顔は。困った時いつもこれやる。で、そのまま本当に困りすぎると、寝るっていう。はるちゃん喋ってるのに。もう寝てるよ、私。好きな食べ物、クリームシチューと砂肝。はい。うん。じゃあ、次が、男性に求めるものは何ですか？あ、聞きたい。聞いたことない。そういう話しないですね。確かに、そんな話したことない。求めるもの、例えば何ですか？顔、顔の。私だったら、なんだろう。包容力。包容力。包容力。うん。なんだろうなぁ。何なんですかね。これだけはないとっていう。1個じゃなくてもいいけどね。2、3個でもいいし。あ、心の広さ？ああ、どうして？なんかせっかちの人あんま好きじゃないんですよね。せっかち？ああ。え、合ってる？合ってるよ。みんなせっかちね。せっかち。自分がせっかちだからやばいって思ってた。はるちゃんが大好きだから。うん、そう、はるちゃん来た瞬間ににゃーって笑ったんだよ。そうなんすか。うん、それだけ？心が広いだけ？うん、心が広ければいい。まあでも一番大事。一番大事。うん、確かに、はるちゃん相手は、なんか心広くなるけどね、誰でも。うん、なんかそういう魅力があります、はるちゃんには。うん、なんか心を広くさせる。はるちゃんに怒ってる人なんか私、20年間見たことない。へ、あの、本気で。でも確かに怒れないね。怒れない。だから私、中学校の時に、はるちゃんが朝起きるの苦手で、その学校来れなかったんですよ。ちゃんと時間通りに。で、私はいつも迎えに行ってたんですけど、起きてないっていう状態が続いて、で、結局私が一人で中学校行って、で、はるちゃんと中学校の時はクラス違ったんですけど、もうそのちょっとこのままじゃ出席日数が足らないと中学校とはいえど、うん、もっと来てくんないと高校どうするの受験みたいなぐらいまで行っちゃって、で、それをはるちゃんの担任が私に言ってくるんですよ。だから私がはるちゃんにもう来た方がいいよと、頑張んなって言って3学期めっちゃ来るみたいな、3年の。3学期めっちゃ来て、まあ高校にも無事合格してっていう。うん、だからなんかその担任でさえ私を通してみたいな。でなんか小学校の時も一番前の席で平気で寝てましたし、だからなんかちょっと若干ヤンキーだと思われてたんですよ、周りから。私はヤンキーじゃないの知ってたんですけど、単純に自由な人なだけで。だからもう肝がめちゃめちゃ座ってます。だからなんか周りも肝座ってるから心広くというか、なんか許さざるを得ないというか、ほんとすごいなと思って、誰にも真似できない。すごい。二人って何きっかけで仲良くなったの？私たちは家が近い。実家が近くて、一緒に帰ってて。でもあれだよね、出会いはあれでしょ？掃除の時でしょ？うん。言ってよ。掃除の実家。アンリと初めて出会って、アンリとキリアが。小2くらいの時に、あの、掃除する時間あるじゃないですか、みんなで。その時に雑巾掛けやってて、私の前が確かアンリで、で、アンリがめちゃめちゃ遅かったんですよ。
雑巾掛けが。けがめちゃめちゃトロくて、うん、で、で、私、なんか、で多分イライラしちゃって、多分なんか、うん、もうみんなさーって言って、2周目とか言ってんのに、うん、アンリずっと遅くて、で、詰まっちゃって、なんか、うん、早く行ってって言ったのが初めてかも。らしいですね。私はそれ覚えてないんですけど、うん、でもその、本当に私、雑巾掛け苦手で、特に水拭き。うん、あれ、転びません？あ、転ぶ。詰まるよね。あれ、でも転んでる子、クラスに一人はいると思うんですけど、それは私だったんですよ。あ、私もそう。空拭きは滑るしね。あ、そう。そう。空拭きは滑るんだ。分かる分かる。そう。だから、あ、でもそうなんだろうな。記憶合ってんだろうなって思います、自分でも。はるちゃん以外にも言われてるのも多分ちょっと遅くないみたいな。雑巾掛け嫌いだったな。そう。だからもう、その雑巾掛けが掃除の中で一番人気なくて。だからそう。じゃんけんめっちゃ参加してましたね。ほうきじゃんけん。絶対ほうきがいいと。それか。2年生 ?2 年生で、うん、で、はるちゃん、はるちゃんでも、その、優しくて、うん、その、遠足の時に、うん、あの、私が、その、またバカなんですけど、うん、遠足の結構序盤で水筒全部飲んじゃったんですよ、自分で。水分で、なんかその、これじゃまたね、水分全部飲んじゃったのよ、私。水筒の。ごめんね。いえいえ、全然全然。かわいい。なんで飲むんだよ。全部飲むのよ。早すぎるだろうって。はい、その遠足の時に、うん、私、その水筒を、もうその、うん、遠足の序盤の段階で全部飲んじゃって、うん、で、その帰り本当に喉カラカラだったんですよ。で、帰り道に、ちょっとはるちゃんと、うん、水筒余ってたりするって言ったら、うん、余ってるよって言って、その一杯くれたんですよ、お水を。うん、で、お水くれて、私もう本当に美味しくてさ、お水が。で、はるちゃんありがとうって言って、今まで飲んだ中で、一番美味しい水道水だって言ったんですよ。そしたら、天然水だって言われて、なんか水道水って決めつけちゃって、ちょっとはるちゃんそこでもイラッとしてました。こいつなんでうちの水水道水だと思ってんだよって。私は水道水しかあんま飲んだことなかったの、ちっちゃい頃。でも、くれました。そのわずかなお水を。水からの。いろいろくれます、はるちゃんは。でも、この間、いつもなんか、朝とかも、なんか、今日一日長いから、アップルティーとか行く、なんか自動販売機で買ったやつわざわざ、確かに、くれたりとか。はるちゃんあれ、お台場に、私と、三人で行って、アンディだけなんかすぐ帰っちゃって、部屋って、はいはい、で、駄菓子屋行ったのよ。うん、そしたら、これアンディの好きなやつって、アンディにお土産買ってこっ、そうです、そうです。なんか、あの、サンリオのハンギョドンが好きで、私。うん、なんか、ハンギョドンの串とかくれたりでしょ。いや、嬉しいです。なんか、そういうなんか、うん、なんていうんですか、心遣いみたいなのは、うん、多分意外とありますよね。そう。誰よりも。うん、あ、それね、意外だったのよ、私。うん、あとなんか、あの、劇場で、まあ、正直その、皆さんが片付け忘れちゃってる、こういう紙コップとか、うん、その、1年目の時に、あれは後輩が片付けるもんだよ、みたいな暗黙の了解で教わるじゃないですか。だけど5年目になった今も、はるちゃんたまにやってます。やってる。自分のはもちろん、人のもやってます。だから私それを見て、私もはるちゃんいない時でもやるようになりました。はるちゃんも。いや、やってるはるちゃんが。はるちゃんがいる時ははるちゃんがやるなと思って、やってないんだけど、でもそういう、なんか意外と学ぶこともあるというか、はるちゃんから。確かに。はるちゃん、やばいやつ、やばいやつっていう風なイメージあったから。いや、でもね、なんか、やばい代わりに、人一倍の心遣いはあるかもしれないですね。素晴らしい。やばいはやばいですよ。そう、ゴミに関しては気になっちゃうんだよね。うん、だからやっちゃうんですよ、なんか。でも、その、それの反対じゃないですけど、びっくりしたのは、名前、まあ一応出すんですけど、その大自然のロジャーさんっていうね、私たちより5年先輩の方がいるんですよ。で、その方に去年の12月のイブ前に、
お仕事でご一緒になった時に、うん、はるちゃんが、うん、ロジャーさん、そのイブ何してるんですか、クリスマスイブ何してるんですか、みたいな感じで聞きに行ったんですよ。で、ロジャーさんが、いや、特に何もないよって答えたら、うん、え、ライブもないんですか、他の仕事もみたいな。え、って、私とタナさん慌てて走ってて、そこまで、はるちゃんってなって、でそのロジャーさんも、いやライブはあるんだけど、そのその別に特にその予定みたいなのがないだけだよみたいな、うん、おーみたいな感じで、でも最終的にもう大自然のロジャーさんって本当に男女問わず優しいんですよ、うん、だけどもはるちゃんには最終的にその時に楽屋の天井にあった無数のシミがあったんですけど、うん、これを全部数え終わってから俺に話しかけてくれましたでももうさ、それでもさ、128番かーって、はるちゃんまだ懲りずにやってて、じゃあロジャーさんが、じゃあ俺が今度数えるから、俺が数えるまでもう話しかけてくるすごいですよね。いや、すごい。あとあれ、クリスマスイブまだ、そうクリスマスイブに、あの3時のヒロインが、あの単独ライブに私たち呼んでもらったんですよ。で、そのオファーっていうのが、クリスマスイブのちょっと前に来たんですよね。うんうん、ちょっと前に来て、で、私たちちょうどイブが空いてて、3人とも。でもずっとオフって分かってたんで、はるちゃんは同期と遊ぶ約束入れてたんですよ。でもまあ仕事が入ったら嬉しいっていうことで、その仕事もちろん優先じゃないですか。で、私と田辺さんが、その、オファーが来た2日後ぐらいに、うん、その、無限大の劇場に2人で先にいて、うん、そしたら3時のヒロインも来て、うん、あ、と思って2人で3人に、あの、呼んでいただいてありがとうございますって言って、で、向こうもありがとうみたいな感じで言ってて、で、座ってたんですよね。うん、そしたら、はるちゃんも後からやってきて、で、ゆめちさんがいたんですよ、3時のヒロインの。で、ゆめちさんに、はるちゃんも、あ、ありがとうございますって言いに行ってて、うん、あ、言いに行ってんなと思って見てたら、私、本当クリスマスイブ、同期と遊ぶ約束してたんですよ。本当ありがとうございますって。え、ってなって、私、思わずもう他人のふりしたんですね。だけど、田辺さんがそこは、あんたって、ちゃんと間に入ってくれて。あんたもそんなの言ったら夢聞きにしちゃうよって。で、いや、そういうつもりじゃなくて、だからそういうつもりじゃなくて、事件がもう、発生してる。怖いです。だから、ハラハラします。言葉がわかんないんですよ、日本語が。はい。そう、なんか嬉しかったんですけど、うん、なんか変な言い方になっちゃって。そうそう。もうあれは怖いですよね、マジで。怖いって、みんなが知ったの。怖いよな。怖い。怖い。難しいとはいえ。怖いね。噛んでる。他に聞きたいことありますか？いい、ちょっとまだ。はるちゃんの弱点ってある？弱点なんですか、アンディ？いや、いいよ、私ばっかりしゃべって。自分で思うのもまずいいね。いや、なんだろう。弱点って弱いところね。うん。これ来たら困るなとか。なんですかね。弱点なんだろう。弱いところ？まさに自分がピックアップされることかもしれない、うん、今この状況なんか自分が注目されるってことが苦手かもしれない、だから人にはめちゃめちゃいじるじゃないですか、ババアとかデブとかだけどはるちゃんにそれを私たちが言い返して、うん、あのいじる方にいじられ側に持っていくと、うん、もうこうやってしぼんじゃうんです。確かにしぼんでる、いつもそうですよね。私どう返したらいいか分かんないって言ってて、いや、すごいなこいつ人のこといじり倒して自分いじったら機嫌悪くなるとか、とんでもねえじゃねえかよと思うんですけど、それもなぜか結局許されちゃうんですよ。だから弱点は多分そこかもしれないですね。ピックアップされることに弱いかもしれないですね。確かに。また勉強か。あ、そうですね。うん、勉強じゃない言葉を知らない、うん。あ、なんか問題出してみます、せっかくだから。うん、田中出してよ。うん、問題？はるちゃん。英語？うん。英語やばい。英語ほんとやだ。英語、なんだっけ？なんでもいいですよ。ここ。膝。カープ。何膝カープって。膝。野球チーム。
カーブです。丸みがあるから。それカーブ？カーブ？カーブ？カーブを言いたいのかな。あ、カーブだよ。カーブって言ったらもう濃い。濃い？濃い？うん。え？濃い。濃いなんですか？うん。カーブは濃い。え、濃いってどっちの？濃い。ラブ？ラブ。え？え、魚？魚？うん。だよね。そう。魚？魚？魚の濃いのカーブって。いや、フィッシュでしょ？魚は。魚はそうだけど、濃いの中のカーブ。フィッシュの中のカーブ。カーブ、ここ、濃い。ああ、川で泳いでるやつ。そうそうそう。あと、あれ。あれ、この、英語がそもそもちょっと難しいんだよね。英語が。英語できる人でしょ？でもなんかある？衰えた？衰えた。英語が。なんか英単語なんかないっけ？あ、じゃあ英単語1月から12月まで全部言える。あ、私それマジ無理なんですよね。言ってみんな、言ってみんな。1月しかわかんない。1月はまず、あ、1月はあれだ、ジャニュアリー。おー、最近あれコーナーでやった。あ、そうなんだ。2月は、2月わかんない。言ってみ。でも1月がジャニュアリーってことはフェイブラリー。 おえ、合ってるんですか？うん、三月。三月。分かんないからな。三月。M から始まるよ。M。うん。マンデー。マンデー。月曜日。マンデー。三月マンデー。4月はエイプリルでしょ。エイプリル。五月は。五月。五月ほらトトロの。うん、M から始まる。トトロの M といえば。M。え、トトロの M？ うん。え？何トトロの M？ トトロ忘れて。M から始まる。M？ うん。森？じゃにわり、フェブラリー、3月なんて言いましたっけ？マンデー。じゃにわり、フェブラリー、マンデー、エイプリル、森。で、6月は。もう6月ブライドだよね。ブライド、ブライドがつく、よく言うよ。ブライデー、ブライデー。6月ブライデー、森ブライデー。7月、7月はサマーデー。サマーデー。8月はサマーサマーデー。9月は9月秋デー。秋デー。9月歌であるよね。スミレ、スミレ。何ですかその歌。スミレ。シャズナ、シャズナ。ラッドエンプスにもあるよ。え、レイニー。あ、じゃあレイニー。レイニー。10月は、あ、よくフェスやってるよね。うん、なんちゃらその10月フェス。O から始まる。オクトーバー。おお。11月は11。12月は最後。ジャスタウェイ。ジャスタウェイって銀魂？いや、わかんない。銀魂で出てくるジャスタウェイ。まあ、正解は面白いんで教えません。これで覚えておいてください。面白いの今。うん。まあ、こういう感じでできないって。だって三角形の面積も分からないらしい。ああ、求め方公式。だって 3.14 以外なくないですか？ 3.14 は円周だよ。それにかけるなんたらなんたらとか。それ円周とか。円。それは円。丸々。円って丸。うん、丸。丸。うん、そう。丸丸。三角。月経感。丸。月経感、デブ。面白すぎて。そう、三角形わかんないらしいよ。しかもだってわかんなかったらちょっと調べるでしょ。うん、調べない。じゃあ、で調べないし、調べない。で、例えば今答えを教えようと思って説明するじゃないですか。うん、覚えないです。聞かないです。だからここまでバカなんだから。うん、で、覚えても使うときないじゃん。あるじゃん、今こうやって、結局。何でも使うんだよ。うん、いつ使うの教えて。それも教えてもらうんじゃなくて自分で探しないと使うか。じゃあ1月から12月言える英語で。え？それはまた私の回の時にやります。言える。だってアンディも言ったらあれだもんね。
まあ、私もちょっと、まあ、それはお楽しみに。私は言える英語かな。はい、言って、はい、言って。私は言えるんだよ。でも、覚えちゃうからダメ、はるちゃんが。覚えないよ。寝たら忘れるんだから。じゃあ、はるちゃん、これ、どうします？なんか他に。他に質問ボックスある？質問ボックス。あ、じゃあ、ちょっと。大丈夫ですか？こんな感じで。いい？もう一個だけ聞いていい？個人的に聞きたくて。はい、入れ替わるとしたら、田辺さんとあんりちゃんどっちがいい？入れ替わるとしたら？入れ替わるとしたら。確かに気になるな。どっちなんだろう。相当やってるよ、はるちゃんのこと、いろいろ。かっこいいところも見せてるだろうし。入れ替わる。私はぐうたらなとこしか見せてない。20年間、いいところいろいろ見てるんじゃないかな。入れ替わる、どっちになりたい、どっちだろう。5、4、3、2、1。はい、アンディ。イエーイ。そりゃそうだよ、こんなまま。じゃあアンディになって、あの体毛をこうスリしてあげたい。ちょっといつもボーボーだもん。濃いんですよ、体毛。背中とかほんとゴリラぐらい入ってる。ということで、アンディみたいに太らないようにしてあげる。あ、ちょっとそれ私もやってほしいんだけど。田辺さんもう無理、36だから。ダメもこれ、もうこれダメ、痛い。これもう無理、手遅れ。まだ張りがあるから全部に。そう。20代だからまだ頑張れば。まだ頑張ればいける。でもアンディだと行きづらいよ。なんで、なんで、なんかいろいろさ、気になるとこいっぱいあるでしょ。あの気になるところってアンディにじゃなくて、はい、アンディがほら A 型だからさ。でも田辺さんじゃねえよ、はるちゃんも A 型です。え？衝撃と知識。そう、皆さん、はるちゃんは A 型です。嘘だよ、もう一回やりなよ。はい、じゃあやって。いや、何これ。すげえ顔で。そろそろ締めますか。うん、どうでした、こうはるちゃんのことを知ってみて、お二人は。知れました、これで逆に。知れた。でも対処法だけは本当にどうにかしよう。まあ、対処法は本当おのおの見つけていくしかないですね。はるちゃんに悪気がないもんだから。そうなのよ。はい、本当はいい子、本当にいい子なんですけども、まあね。一人一人それぞれ欠点がありますから。確かに。愛してください。はい。で、はるちゃんも最後、なんか、今回自分のコーナーでしたけども、どうでしたか？これからもよろしくお願いします。ピックアップされると苦手なんですね。じゃあ、次回は、田辺さんの回でお会いしましょう。バーイ。